卵さえ使用していれば作る品は自由よ。でも本当にやる気？辞退するなら今のうち。いやあ、本当焦ったわ。料理もしねえで落とされたらどうしようって思ってさ。おお、こりゃなかなかの技者ですね。うろうろするな！もう一度聞くわよ。本当に私の試験を受ける気なの？え？だって、うまいって言わせればいいんだろ。受けるよ、もちろん。喜んで、うちの店のとっておきを出してやるよ。お待ちよ、なきり試験官殿。卵は和洋中、あらゆるジャンルの基本となる食材。雪平相馬くん、作る品は一体何？え？ここまで見てまだわかんねえの？プププ。今すぐ不合格にするわよ。いいこと。不出来なものを相手にしている暇はないの。俺の作る料理は食事処雪平、裏メニューその8、ふりかけご飯。ふざけないで。やっぱり底辺の料理人ね。とんだ時間の無駄だったわ。もちろんただのふりかけじゃねえよ。俺が作るのは化けるふりかけご飯だ。化けるふりかけですって。さあ、そろそろ上がりますよ。お待ちど。いや、やっぱりバカにしてる。本当にただのふりかけだ。所詮二流料理人の仕事ね。全く触手が動かないわ。ふん。卵の陰に何か。まあ見てなよ。ふりかけの進化は白米の上でこそでしょ。さて、仕上げだ。ご飯の熱で溶けて、溶けると同時に卵が次々とコーティングされていく。お上がりよ。今の食感は何？煮こごりね。大正解。四角いのは手羽先の煮こごりだ。手羽先をカツオだし、酒、薄口醤油で煮込んで、その煮汁を冷やして固めて細かく切ったんだ。熱々ご飯に振りかければ溶け出した手羽先の煮汁が卵そぼろにプルンと絡みつく。これは今まで食べてきたどの料理にも似ていない、私の知らなかった味の世界。どうよどうよ、食わずに帰らねえでよかったろ。黙りなさい、まだ審査は途中よ。こんなありふれたメニューでも創意工夫で一品に化けさせる、これが雪平の料理だ。認めるわけには、認めるわけには。天使の羽で愛撫されているかのような。確かに
うちはちっこい定食屋だし、あんたが食の上流階級なのも本当なんだろうね。けどさ、上座にふんぞり返ってるだけじゃ作れねえものもあるぜ、きっと。さあどうだい、雪平流ふりかけご飯、うまいかまずいか言ってみな。まずい。